改めましてご紹介ありがとうございます。岡山浦瀬連レンゲと申します。この2日間の浦社、この下石井公園のステージが最後のステージとなります。レンゲ2023年度踊れ屋という作品は、この中断期間3年間をモチーフに、去年の浦社、このお祭りまでの奇跡を私たちの目線で、そして浦社に関わる人全ての気持ちを私たちが代弁し演舞とさせていただきました。祭りがなくなるかもしれない不安、チームがなくなるかもしれない、踊り子はどんどん去っていく、そんな中いろいろな思いを込めながら、いろいろなことと戦いながら、昨年浦社は開催されました。こうしてこの場所で皆さんともう一度踊れること、本当に嬉しく思います。最後の最後まで精一杯踊ってまいります。裏方観客踊り子、皆で手を取り踊れや踊れ、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは遠く聞こえる浦社の音色、夏を彩る祭りが始まる。浦社浦社と踊れや踊れ、今いさみ立つレッカーレップ、風を操り火を起こせ、これぞ鬼祭り。
様、そしてこの2日間浦瀬に関わってくださった全ての方々に感謝を込めまして、レイ はい、ありがとうございました。